超分煙。長領、お主は処罰せぬ。以後この総猛徳の将として働くのだ。なんと。長領、あざなは文言。定元、董卓に仕えて後呂布の部を慕い配下となる。呂布の下で各地を転戦する中、関羽と知り合って友情を深めた。だが裏切りを重ねた呂布はついに曹操に処断される。許された長領は曹操の下で新たな道を歩み始めた。殿、俺のおじきはこいつらに撃たれました。なのにこいつと一緒に戦えとおっしゃるんですか。利天、お主の気持ちはわかる。だが恨みを命で注ぎ続けては天下は痩せ細る。全ては新たな世のため。分かってくれ。ああ、ここで嫌なんて言えませんよ。俺、水に流すよう努力します。曹操殿、何故私を生かし使おうとなさるのか。呂布は最強の騎士としてその名を世に刻んだ。しかし長領、お主はまだ何者でもない。ならばこそお主には目指すべき何かがあろう。わしのもとでそれを成し遂げてみせよ。長領、よくぞ生き残った。敵視こそしたが友として嬉しく思う。やめられよ関羽殿。私は死ぬべき時に死ねず生き残ったに過ぎん。それこそ頂上と申すもの。生きていれば生きるべき何かを探せよう。長領、堂々と新たな道を進まれよ。関羽殿、ありがたい。おかげで心が定まった。この部の行き着く先を見極めるため、張文言、これよりは曹操殿の刃となり戦おう。報告、炎術が味方を戦勝し北上を開始しました。炎術が動いたか。それは魅力的な提案だね。噂ではよ、帝を戦勝する炎術を打つ。全軍進め。邪魔だ。真の武よ。Thank you.
馬がご入り用で。またお待ちしてます。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。帝であるチンを前にして無礼な奴らめ、誰かあやつらを打ち払え。守るぞ。
か。ありえぬ。このような無様を陳が晒すなど。ハリンの帝を称しながら哀れな姿よな。この程度の器では乱世まで収められる。天狗炎章が高速炎術は打った。いよいよ手はず通り、酒に毒を。何やら騒がしいな。父よ、少しよろしいか。父の暗殺をたく。炎章は数に任せて進軍を続けています。周囲の戦線を制圧し、その先の炎章を討つ。戦力差は知略と武勇とで覆すのだ。長領、あんた呆れるほど強いよな。お見るしかないじゃないかよ。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。今こそ曹操との雌雄を決する時を。目指すは敵本陣の関渡城。全軍進め。これより関渡城の攻略を開始する。工場兵器部隊へその異様を示すのだ。曹操、なかなかあがくではないか。増援を要請せよ。奴らを圧倒するのだ。邪魔だ。伝令、中継拠点からの援軍が到着しました。これで我が陣容は一層盤石よ。霊族の将士よ、今こそ敵を圧倒するのだ。さあ、行きますわよ。敵の急所、私たちで奪い取るのです。貨幣の曹操が我が大軍に打ち勝つだと。認めん。断じて認めんぞ。この勝利で殿の河北での覇権はなった。みんな勝ち時だ。勝ち時をあげよう。これで曹操殿の道は開けた。先を見届けられないのは残念だけどね。曹操様、
従軍に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。これより味方の援護に向かう。続け。炎章を滅ぼしたとはいえまだって。報告によると劉備軍は繁城から高陵にかけて布陣している様子。またなら…しか…ま…劉備軍を追撃せよ。奴についた軍師を探し出すのだ。敵はすでに策を用意している様子。これもその軍師の知恵であろう。注意せよ。
ここは用地だと分かってる。なら俺たちが守ればいい。さすが曹操軍、ここまで迫るとは。劉備殿、今はひとまず引いてください。承知した。だが軍の信頼にはお前の力が必要なのだ。劉備殿、ありがたいお言葉です。態度は俺が必ず守ってみせます。どれほどのもんだってんだ。貴様が蹴散らしてやる。我を我が部を見よ。やるじゃねえか、クソ。けど兄者が逃げる時間は稼げただろう。敵将趙文猿が討ち取った。守るのは案外難しい。だからそれを分かってる俺がやる。今の触れよ。趙文猿が討ち取った。助手と言ったが、恩師の不在君には横ずらされたわ。そんなことは今の俺には救いにはならない。さっさと終わりにしてくれ。検索などできません。俺にそんな才はありませんか。あくまでも劉備に義理立て監視をつけ巨匠に送れ。あの者の態度、余裕があるように見受けられる。もしこの状況も彼の思惑の中であるなら。学信殿の指摘はなかなか鋭い。よし、ならば炎上まで。父よ、やはり が引いていく。私たちは合皮を守った上に。二天殿の勘がそういうのであれば。おや、趙良は合皮の危機を救った。彼の勇猛果敢な戦いぶりは呉の人々を畏怖させた。
両代々この言葉を聞くだけで五の赤子は泣き止んだという。伝説を残した長領はこの戦を最後に戦場から離れる。だが長領が引いたことを知った孫悟が再び合皮を吸収。長領は早急の救援要請に応え戦場に復帰した。両代々五が再びこの言葉に震える時が来た。五軍が攻めてきた模様。長領殿。様か。まさか合皮に舞い戻っていようとは。合皮に超文言があり、この部がある限り孫悟などを恐れるに足らず、いざ我に続け。